はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトでリアルな絵を描くシリーズの第3弾ということで、このベーコンエッグトーストを描いていきます。で、前回はですね、画像をトレースして描いてたんですけど、今回はですね、画像トレースなしで描きました。で、使ったブラシとか、あとは色の塗り方のコツとかをですね、描きながら紹介していきたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。右上のプラスボタンから今回はスクリーンサイズっていうキャンバスのサイズで始めていきます。で、最初にレイヤーをですね、上に1個追加してもらって、そこで鉛筆のブラシを取ってもらって、軽く下書きを書いていきます。で、デフォルトでですね、何種類か鉛筆のブラシが用意されてるんですけど、私はその鉛筆のブラシを自分でカスタマイズして、ちょっと細めのブラシのような感じで作ってですね、いつもそれを下書きに使っています。で、この下書きはですね、後から上に色を塗って、消しちゃうので、本当にざっくり形取る感じで大丈夫です。本当にラフに、たくさん線を引きながら私はいつも書いています。で、下書きが描けたら、このレイヤーの不透明度を 10% ぐらいにして、ちょっと見えるぐらいにしてください。で、その上にレイヤーをたくさん追加してもらって、で、そこに色を塗っていきます。で、今回ですね、この、トーストの絵の参考にしている写真があるんですけど、これバルミューダの写真ですね。で、これはですね、色の参照として撮りたいので、画面のどこかに貼り付けてもらって、置いておきます。でですね、次ざっくり下地を塗っていくんですけど、使うブラシは塗り絵ブラシっていう、これも私カスタマイズしたやつなんですけど、デフォルトのブラシの中だと固めのエアブラシっていうのがあるので、それを使って塗ってください。で、黄みが塗れたらですね、次白みを塗っていくんですけど、その時はですね、レイヤーを分けてもらって、この黄色の下に1個レイヤーを追加して、そこに白色を塗ってください。で、私プロクリエイトの解説動画をするときですね、いつも言ってるんですけど、この色ごとにレイヤーを分けて塗った方が後から修正が効くので、できるだけ色のレイヤーを分けて塗ってください。で、下地が塗れたらですね、次黄身のレイヤーに細かいディテールを描いていきます。で、その時なんですけど、この黄身のレイヤーを選択してアルファロックっていう項目があるので、これをオンにしてください。で、アルファロックが何かっていうと、オンにしてると、そのレイヤーの上からですね、重ねて塗っても、はみ出さないように塗ることができます。で、今回はですね、水彩ブラシを使って、この、卵の黄色いところ、影のところですね、を描いていきます。で、影を描きながら、ぼかしツールっていうのが上のですね、指マークのところなんですけど、このぼかしツールと水彩ブラシっていうのをうまく使って、なじませながら色を塗っていくと結構綺麗に仕上がっていきます。
で白身のところもだいぶ、陰影がつけれたので、次ですね新しいレイヤーを1個追加して、卵のこの外のカリカリのところ茶色いところですねを鉛筆ブラシの 6B を使って描いていきます。で白身のレイヤーと同じところにですねこの茶色のカリカリの部分描いてもよかったんですけど、多分後から色を変えたりとか消したりしたくなるだろうなと思ったので、その時にですね白身が一緒に消えちゃうと嫌なので、あえてここはレイヤーを分けてます。で次ですねベーコンの色を塗っていきます。とベーコンのレイヤーも、クリックしてアルファロックしてください。でアルファロックしてその上に色を重ねていきます。で結構ベーコンは苦戦しましたね。水彩ブラシで最初描いてたんですけど、それじゃあちょっとうまく描けなくて、最終的にウェットアクリルっていうブラシを使って描くとうまくいきました。でこの絵を描くのに多分1時間ぐらいかかってるんですけど、そのうちの半分以上ベーコンに費やしていてですね、多分 3,40 分ぐらいベーコンに苦戦してましたね。で、まあ私も描きながらあでもないこうでもないってブラシをいろいろ選びながら描いてるので、まあまだまだうまく描く方法はあるんだろうなと思いながら描いてるんですけど、まあ今後ですね描きながらあこれいいなって思った機能とかブラシとかがあれば、その逐一紹介していきたいと思ってます。はい、でベーコン塗れたらですね次、トーストの色を塗っていきます。とまずですね、トーストのレイヤーをアルファロックしてもらって、でその上にですね色を重ねていきます。でまずですねざっくり、陰影をソフトブラシっていう柔らかいブラシでつけていきます。でトーストが塗れたらですねその上に1個レイヤーを追加して、ここのレイヤーにですね、ザラつきというかテクスチャーの感じを、描いていきたいと思います。で、追加したレイヤーを選択すると、マスクオクリップっていうところが出てくるので、マスクオクリップをオンにしてください。さっきはアルファロックだったんですけど、今回はマスクオクリップです。で、ブラシのチャコールブロックっていうちょっとテクスチャーのあるブラシを取って、だいたいこうやってわーってやるとですね、これもはみ出さないように塗ることができます。でマスクをクリップっていうのにするとですね、左側に矢印がちっちゃく表示されるんですけど、これはですね下のレイヤーに対して、はみ出さないように塗れるっていう設定です。アルファロックはそのレイヤーに対して上から重ねてもはみ出さないように塗れるっていう設定です。でこれちょっと使い分け難しいのでまた違う動画でですね解説したいと思うんですけど、まあ今日はですねアルファロックとマスクをクリップっていう、 こうはみ出さないように塗る
設定が2つあるんだよっていうのを覚えておいてもらえるといいかなと思います。で、最後ですね、トーストのエッジの部分、今すごい滑らかな曲線になっているので、6B、鉛筆の 6B のブラシを取ってもらって、なぞってですね、ちょっとテクスチャーというかジャギーな感じを加えていきます。で、この後最後ですね、ソフトブラシで床の接地面の影のところを描いて、終わりたいと思うので、ここからスピードアップして最後まで持っていきます。はい、ということで完成になります。最後ですね、ブラックペッパー書いてたんですけど、 iPhone の容量がですね、これ iPhone で撮ってるんですけど、 iPhone の容量が途中でなくなっちゃって、ちょっとブラックペッパーの爪が甘くなっちゃったんですけど、まあこんな感じで最終になります。またですね、プロクリエイトでリアルな絵を描くやり方とかをどんどん紹介していくので、よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日はありがとうございました。バイバイ。